ニンバイズーラは、マレーシアのポップス及びリズムブルースの歌手、女優。マレー語、英語、日本語、イタリア語、フランス語、北京館は、関東語で歌うことができ、世界的な活動を展開している。1975年6月28日、マレーシアの首都クアラルンプール郊外にあるカジャンで、生まれた。マレー、アラブ、オランダ、中国、インド、ジャワの血を引く。 9歳の時、国立ユース交響楽団で第一バイオリンを演奏するなど早くから音楽の才能を発揮した。1992年にソニーミュージックと契約してメジャーデビュー。以後、BMG、ワーナーミュージックグループなどメジャーなレコード会社と契約を結んだ。1997年、BMG マレーシアレコードからケセイップビントングというアルバムを出し、 マライア・キャリーが歌うはずだった歌を奪うほどの実力派と言われる。2000年、アルバム録音などのため来日。2005年、キャロル・キング作曲のユーブ・ゴッタ・フレンドを植田正樹とレコーディング2006年、彼女自身のレコード会社はを設立、レーベルを立ち上げる。2008年、世界的なフルート奏者、アンドレア・グリミネリのサポートを受けて、 ウォーターソルトを発表。アルバムイーストトスと収録。映画女優としても活躍。ムスリム姉妹とカトリック青年の心の交流を描き、任務助演した映画ムアラフ会心は2008年10月の東京国際映画祭で上映され、2009年3月の大阪アジアン映画祭でも上映された。ロカルの国際映画祭でワールドプレミアを迎え、 不山国際映画祭で上映された。実演家として、米国、英国、イタリア、フランス、中国、インドネシア、韓国、日本、シンガポール、香港、パキスタン、モンテカルロ、モナコ、スイスなどで公演。ミュージカルなどのステージもこなし、舞台女優としても活躍。2018年、FIFA ワールドカップムルデカ両方を記念して制作されたネームリーの楽曲。 マレーシアボールで共演を果たし、注目を集めた。ありがとうございます。